くだらぬ年寄りどもが作ったこの忍びの世界にお前のような奴が現れてくれて嬉しい。かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。しかし 最後の最後になって正しいことがやっとできそうじゃ。ナルトよ、わしからの最後のお願いじゃ。お前はガーラの痛みを知って やることのできる唯一の存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知っておる。ガーラを。ガーラ。 ガーラ。 誰だ? 誰の声だ? ガーラ! この声、俺は知っている。 ガーラ! そうだ、これはあいつの。 ガーラ! ナルト。 これは… お前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。 俺は… ばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだ。 今は疲れて寝ちゃったけど、里に帰ればまた元気に。 違う、 医療忍術なんかじゃない。 転生忍術。千代婆様は死んだの。どういうことだってばよ。聞いたことがある。自分の命と引き換えに死んだものすら生き返らせる術が砂隠れて開発されたってな。ばあちゃん。ナルト、千代婆様は お前とガーラに未来を託した。忍びらしい立派な最後だ。うん、ばあちゃんの思い今ならはっきりわかるってばよ。みんな千代婆様に祈りを。 じゃあな。普通ならここで握手とかして別れんだろうけど、俺ってばそういうのは苦手だからな。このまま。
わかってねえな。うん。だから芸術ってのは、儚く散っていく一瞬の美を言うんだよ、旦那。わかってねえのはお前だ、デイダラ。長く後々まで残るものこそが芸術だ。話になんねえな。そりゃこっちのセリフだ。旦那のことは同じものづくりとして尊敬しているけどな。こと芸術に関しては譲ることはできねえぜ。うん。わからねえ野郎だな。お前のはただの粘土遊びだろうが。おお、言うじゃねえか。そっちはただのびっくり人形喜劇だろ。うん。でいだら。お前、俺にぶっ潰されたいのか。そりゃこっちのセリフだ、旦那。どうやらどっちが上か一度徹底的に教えてやらないといけないようだな。いいね、まさしく芸術の激突じゃねえか。うん。てめえのは芸術じゃねえ。今から身をもって教えてやる、本物の芸術ってやつをな。後々まで残っていく永久の美を芸術って言うんだよ、デイダラ。旦那とは一度戦ってみたかったんだ。うん。お前にも永遠の美ってのを教えてやるよ。任務開始。ドカンと行くぜ。そいつらが旦那の芸術作品かい？コレクションのほんの一部だけど。言っとくが全部出さなくていいんだぜ。あいにく人形には興味ねえからな。うん、お前もコレクションに入れてやろうか。貫いて。一瞬のアートが効いて呆れる。また迷惑なだけじゃねえか。なあ、お前にはお似合いだがな。バカにしてんのか、旦那。相変わらずすぐに切れるやつだ。めくらな人形遊びしてるやつにとやかく言われたかねえんだよ。影に隠れてこそこそしやがって。そしてよく吠える。一球で。一球で。お前の芸術には繊細さが足りねえな。ドカンと行くで。ドカンと行くで。ない。芸術は爆発だ。ドカンと行くで。潰れちまえよ。たまりやがる。バラバラにしてやれ。あの世行きだ。潰れちまえよ。おいおい、誰が逃げていいと言った。旦那の芸術にはたっぷり付き合ったんだ。今度はこっちの芸術を披露してやるよ。うん。くだらねえ。どうよ旦那、おいらの芸術は。爆発しか脳のない奴が芸術を語るとは笑わせる。いつまで強がってられるかな。
見抜いてると一瞬で吹っ飛ばしちまうぜ。ほら、ほら、旦那の芸術も悪くないが、やっぱり花がねえ。ら、ら、芸術は爆発だ。ら、ら、お前の芸術には繊細さが足りねえな。やるね。旦那の芸術も悪くないが、やっぱり花がねえ。この程度じゃダメってことか。なかなかやるじゃねえか、旦那。お気に入りが減っちまったな、旦那。避けてみろよ。おいおい、結局また爆発かよ。芸がないんだ。分かってんだろうな、デイダラ。勝った方が本物の芸術だ。そんなこと旦那は気にする必要はねえんだよ。どうせオイラの芸術が本物なんだからな。ある意味旦那には共感できる。究極の芸術はてめえの体で表現するもんだ。デイダラ、まだ何か隠してるのか。当然だろ、オイラの芸術はすでに完成の域に達してるからな。まあ簡単には見せるわけにはいかねえけど。そろそろケリをつけようぜ、旦那。そうだな、そろそろお前と遊ぶのも飽きてきた。俺の芸術の方が上だったようだな。任務達成。これで分かっただろう。悠久の美こそ芸術だ。けまだ負けてねえよ。粘土分身か。どうだ、驚いたが、オイラはこういうこともできるんだぜ。はん、この程度のことができなければ、俺とのコンビは解消していたところだ。そのセリフ、オイラにも言えるけどな。あれくらいやれなかったら、オイラの芸術で爆発させてたぜ。ま、さすがは旦那と言っておくか。思った以上に手こずったしな。茶番はそこまでにしておけ。
ってまた突然話しかけてくるな、うちのリーダーはよ。うん。そろそろ一尾を狩りに砂隠れへ向かえ。一尾、ねえ。オイラとしちゃ、旦那と芸術競い合ってる方が面白いが。まあ、人中力を相手に、オイラの芸術を世間に知らしめるのも悪くないな。うん。それは良いが、人中力は生け捕りだということを忘れるな。その生け捕りってのが結構面倒なんだよな。行くぞデイダラ。俺はチンタラするのが嫌いだ。わかってるって。しかし、砂隠れか。どんな場所か芸術魂がうずくぜ。うん。サソリ、デイダラ、一応これを持って行け。ん？なんだこりゃ。これで師匠宮人という即席の忍びを作り出せる。あっても邪魔にはならない。即席ね。ま、邪魔になんねえってんなら使ってやってもいいけどよ。うん。それではな、検討を。さて、それじゃあ出発するか。オイラの芸術で世間が驚く様を旦那に見せてやるよ。うん。やれやれ、騒がしいやつだ。後々まで残っていく永久の美を芸術って言うんだよ、デイダラ。旦那とは一度戦ってみたかったんだ。うん。お前にも永遠の美ってのを教えてやるよ。任務開始。よけてみろよ。そいつらが旦那の芸術作品か。コレクションのほんの一部だがな。言っとくが全部出さなくていいんだぜ。あいにく人形には興味ねえからな。お前もコレクションに入れてやろうか。一瞬のアートは聞いて呆れる。あた迷惑なだけじゃねえ。まあ、お前にはお似合いだがな。バカにしてんのか、旦那。相変わらずすぐに切れるやつ。いくらな人形遊びしてるやつにとやかく言われたかねえんだよ。おいおい。今度はこっちの芸術を披露してやるよ。うん。フランにしてやる。くだらねえ。どうよ旦那、オイラの芸術は。爆発しか脳のない奴が芸術を語るとは笑わせる。いつまで強がってられるかな。居抜いてると一瞬で吹っ飛ばしちまうぜ。ほらほら、貫いてやる。なかなか強いじゃねえか。うん。
まりやがる。うるさいやつだ。ふっ、ふっ、ああ、ほら、貫いてやる。ほら、いい加減吹き止めよ。うん。ほら、さて、いぐれ。避けてみろよ。相変わらず派手な野郎だ。避けてみろよ。貫いてやる。意外とやりやがる。やるね。うん。この程度じゃだ、なかなかやるじゃねえか、旦那。おいおい、結局また爆発かよ。芸がないな。たまりやがれ。分かってんだろうな、デイダラ。勝った方が本物の芸術だ。そんなこと旦那は気にする必要はねえんだよ。どうせオイラの芸術が本物なんだからな。ある意味旦那には共感できる。うん。究極の芸術はてめえの体で表現するもんだ。レイダラ、まだ何か隠してるのか。当然だろ。オイラの芸術はすでに完成の域に達してるからな。まあ簡単には見せるわけにはいかねえけどよ。ほら、そろそろケリをつけようぜ、旦那。そうだな。そろそろお前と遊ぶのも飽きてきた。たまりやがれ。逃げ場はねえ。立てっかいも。旦那の芸術も悪くないが、やっぱり花がねえ。なんでやる。潰れちまえよ。よっ、バラバラにしてやれ。たまりやがれ。逃げ場はねえ。立てっかいも。お気に入りが減っちまったな、旦那。俺の芸術の方が上だった。任務達成。
さすがテンテン、あっさりと流したな。うん、お前の魂確かに伝わった。その褒美に熱血試練を与えてやろう。なんと熱血試練ですか。いいか、追っ手の討伐を行いながら俺の与える試練をこなしてみせろ。厳しい条件下で試練をクリアすることでいつもより格段に力がつくこと受け合いだ。今は任務中だ。そんなことはまた今度に。なるほど、任務中という緊張感のある場面だからこそさらに力がつくんですね。おー、燃えてきた。ロックリー燃えていきますよ。はあ、先生よりもさらに熱くなります。任務開始。ガイ先生、それでは一つ目の試練を教えてください。うん、では発表する。だがその前に場所を移すぞ。説明は移動しながらだ。解説しよう。これは制限時間内に敵を倒すというホットな試練だ。いきますよ、青春フルパワー。さて具体的に言うとだな、というわけだ。さあそれでは始めるぞ。リオおっす。ああ、行っちゃった。元気ね。行かせる方もそうだが行く方もどうかしてる。八文字とんこもない。僕は今最高に燃えています。しかし制限時間を設けるとは無茶だ。いいんじゃない、本人やる気満々だし。この発電行きますよ、青春フルパワー。はい、やこの発電。俺を知らぬ間に腕を上げよって。こりゃうかうかしておれんな。この発電。僕は今最高に燃えています。このハッピング、俺の知らぬ間に腕を上げよって。こんなうかうかしておれんな。やりました、ガイ先生。バカ者、喜ぶのは早すぎる。まだまだ追っ手は迫ってきている。すべての追っ手を撃退するまで試練はまだまだ続くのだ。おっす。ガイ先生、それでは次の試練を教えてください。うん、では発表する。だがその前に場所を移すぞ。説明は移動しながらだ。
解説しよう。これは奥義だけで敵を倒すというグレイトな試練だ。ガッツです、ガッツです、ガッツです。さて具体的に言うとだな、というわけだ。さあそれでは行くのだ、リオ。おっす。今度は厄介だ。奥義を使うにはチャクラを貯めねばならんからな。ネジ、いつの間にか解説者みたいになってるわ。奥義はチャクラコントロールが難しい。このルール甘くはない。ヤクガンまで使って、やっぱり好きなのね解説。今のは忘れてくれ。俺の知らぬ間に腕を上げおって、こりゃうかうかしておれんな。このハッティップ、このハッティップ、このハッティップ、僕は今最高に燃えています。このハッティップ、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 決められませんでしたか。ハッティントンコー、はい、でん、ガッツです、ガッツです、ガッツです。俺の知らぬ間に腕を上げおって、こりゃうかうかしておれんな。やりました、カイ先生。さすがだ、思わず俺まで熱くなってしまったぞ。というわけで最後はこの俺と勝負だ。ガイ先生と、おっす、頑張ります。先を急がなくていいのか。ちょっとネジ、止めなくても大丈夫？諦めよう、テンテン。ああなったら誰も止められん。まったく、あの二人は毎回毎回。あの二人大丈夫かな。結構本気みたいだけど。安心しろ、仲間同士で潰し合うほどバカではあるまい。どっちもバカだから心配してるのよ。このハトフ、このハトフ、しなやかな肉体、飛び散る汗、俺は今最高に美しい。はい、行きますよ、青春ウルパワー。このハッティップ、なにゃっと、なにゃやるな、まだまだ。
しなやかな肉体、飛び散る汗、俺は今、最高に美しい。何この発動部、この発動部、僕は今、最高に燃えています。この発ティップ、この発電柱、言葉など無用、こぶしで熱く語り合おうではないか。やるな、リー。俺は猛烈に感動してるぞ。さあ、先を急ぐわよ。任務達成。どうやら俺は、ロックリーという男を甘く見ていたようだな。まさか、追っ手の討伐に成功し、そして、俺の試練をも超えるとは、最高に素晴らしかったぞ。我が愛弟子、リーよ。ありがとうございます。でも、僕はまだまだ強くなってみせます。ガイ先生のように。おお、試練を超えたというのに、まだ上を目指すとは、なんという熱い男なのだ、お前は。ガイ先生、いいのか、テンテン、二人を置いてきて。いいっていいって、熱苦しいシーンは見たくないし、っていうか二人も子供じゃないんだから、すぐに追いついてくるでしょ。なんというか、二人のあしらい方がプロだな。ん？なんか言った？いや、なんでもない。任務開始。ガイ先生。だがその前に場所を移すぞ。説明は移動しながらだ。解説しよう。これは制限時間内に敵を倒すというホットな試練だ。さて、具体的に言うとだな。というわけだ。さあ、おっす。ああ、行っちゃった。元気ね。行かせる方もそうだが、行く方もどうかしてる。
しかし、制限時間を設けるとは無茶だ。いいんじゃない、本人やる気満々だし。このハンドオフ、このハンドオフ、いきますよ、青春フルパワー、このハンディップ、ガッツです、ガッツです、ガッツです、俺の知らぬ間に腕を上げおって、こりゃうかうかしておれんな。このハットオフ、いきますよ、青春フルパワー、俺の知らぬ間に腕を上げおって、こりゃうかうかしておれんな。やりました、カイ先生。バックマッツ、おっす、カイ先生。うん、だがその前に場所を移すぞ。説明は移動しながらだ。解説しよう。それは奥義だけで敵を倒すというグレイトな試練だ。僕は今最高に燃えています。このハットオフ、このハッテンジュー、はい、いきますよ、青春フルパワー、ガッツです、ガッツです、ガッツです。さて、具体的に言うとだな、というわけだ。おっす、今度は厄介だ。奥義を使うにはチャクラを貯めねばならんからな。ネジ、いつの間にか解説者みたいになってるわよ。奥義はチャクラコントロールが難しい。このルール甘くはない。薬丸まで使ってやっぱり好きなのね、解説。な、今のは忘れてくれ。八門特攻、はい、俺の知らぬ間に腕を上げおって、こりゃうかうかしておれんな。やりました、さすがだ。というわけで最後はこの俺と勝負だ。このハットオフ、ガイ先生と、おっす、頑張ります。はあ、先を急がなくていいのか。ちょっとネジ、止めなくても大丈夫？諦めよう、テンテン。ああなったら誰も止められん。まったく、あの二人は毎回毎回。この発動風、あの二人大丈夫かな。
結構本気みたいだけど。安心しろ、仲間同士で潰し合うほどバカではあるまい。どっちもバカだから心配してるのよ。青春は七転び八起き。これはガッツの伝道師だ。この発揮プン何やるな。だがまだまだこの8分ほらエスプリーこの8分この8分しなやかな肉体飛び散る汗、俺は今最高美しい。見られませんでしたか。はい、ガッツです、はい、ガッツですガッツです。やるもさあ先任務達成。